神奈川新聞は、神奈川県の地方新聞。神奈川新聞社が編集、発行する新聞である。2021年3月日本 ABC、協会新聞発行者レポートによると発行部数は、約14.8万部。県内の新聞シェアの7から8%を占め、県内4位の購読者数を持つ。1890年2月1日創刊。長官のみ発行。 経過は一部130円、1ヶ月3189円。全国ニュースや経済ニュース、国際ニュースは共同通信社の配信を受けたものを掲載。また、地方新聞として、地域ニュースの掲載にも重点を置いている。とりわけ、スポーツ欄は、神奈川スポーツと題し、プロ野球、横浜 DNA ベイスターズや、サッカー J リーグ、 高校野球地区予選などを中心に、スポーツ新聞並みの紙面構成を行っている。日曜日掲載の日曜版、小漏れ日では、直木賞作家角田光代、芥川賞作家藤沢衆をはじめとした各ジャンルの有名作家が、リレー連載を務める。神奈川県内でのシェアは、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞に次いで、第4位。 三浦半島地域の横須賀市や三浦市、県西部の平塚市や秦野市、群部では県平均を上回っているが、県庁所在地の横浜市で7%程度、東京に隣接する川崎市や相模原市では2%から4%程度と、かなり読者が少ない。神奈川県内の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の新聞販売店が取り扱っており、契約時に配達する。 販売店を選択できる。埼玉新聞や千葉日報と違い販売店の扱う割り当てを公表をしているので、スーパーマーケットなどの売り込みチラシが織り込まれる。東京都内では、町田市内の一部地域で宅配購読が可能なほか、JR 小田急町田駅の駅売店、株式会社前半の一回受付カウンターでも即売している。言論の自由を守り真実。 公正な報道を貫き地域社会と共に明るい未来の創造を目指すすべての番組表と番組解説記事の一部は東京ニュース通信社から配信を受けている。1980年代前半頃まで放送局名のカットは午後5時台と6時台の中間に掲載されていたが現在は冒頭にある。BS デジタル、地上波テレビ AM ラジオ FM ラジオ短波ラジオ 神奈川県横浜市中区大田町2丁目23横浜メディアビジネスセンター内2017年1月現在神奈川新聞の横須賀市社長が2018年1月中頃に京浜急行電鉄の駅と電車内で16歳の女子高生2人のスカート内を小型カメラで盗撮した疑いで同月18日に神奈川県警から任意で事情聴取を受けた 神奈川新聞社の調査に対して、市社長が事実関係を認めたため、同社は22日に市社長を懲戒解雇した。その後、元市社長は2016年11月から2018年1月までの横浜市南区の女性の家への不法侵入や、横須賀市の飲食店のトイレにカメラを設置した容疑で、2月13日に神奈川県警によって逮捕された。 元支社長は、盗撮は4、5年前から始めた。数百件やった。正確な日時は覚えていないが、やったことはむね、間違いないと容疑を認めた。神奈川新聞社は、支社長在任時の行為で逮捕されたのは誠に、いかんとコメントしている。社員らへの重大なハラスメント行為があったとして、50代の男性局長を2018年12月13日付で、 懲戒解雇処分とし、翌14日付本市長官に記事を掲載し、公表した。同社によると、男性局長は、社内外の女性に対し、体を触るセクハラをしたほか、勤務時間外に指導名目で社員に頻繁に電話するなどのパワハラ行為をしていたという、被害者からの相談を受けた内部調査で明らかになった。この男性局長は、 調査結果の一部を認めていないという。これを受けて、社長ら取締役5人の役員報酬の全額返上をも決めた。同社は、新聞社の幹部がこうした事態を引き起こしたことは、誠に遺憾で、被害者の方々に深くお詫びします。再発防止に取り組み、読者、県民の信頼回復に努めますとのコメントを発表した。ありがとうございます。